毎度こうじゃです。ライカ M2 ですねの96万台のオーバーホール、まあ、シャッター巻き上げなどですねが完成してました。一応保証が半年つきます。これ96万台押しボタン式の内ギザの M2 最初期というか、まあ、初期型ですね。最初期だとこれが押しっぱなしじゃないとダメとか、これ自治で言わないとか、いろいろまたちょっと違いますが、まあ基本初期ですね。これもキャップが新しいのではなくて古いのが付いてます。この M2、M2 も綺麗です。あの、もう一台ある M3 と比べると、まあちょっと使用感というかね、このメッキの感じがちょっと使った感じがあります。でもかなり綺麗だと思います。こういうシューのとことか、この辺がちょっと擦れてはいないです。なんか使った感じはわかると思います。この辺綺麗ですね。押しボタンでセルフなし、非常にいい、個人的にもまあ大好物というか好きな M2 ですね。 M2 これも綺麗ですね。これもかなり綺麗、そこも、まあ、多少擦れというか使用感ありますが綺麗です。革グッタベルカもオリジナルで、これ状態いいですね。うん、これは綺麗です。ワンストローク、まあこれは M2 ですから、いいですね。これ1秒、まあ、シャッターオーバーホールしてやりますので、まあ当然ですがちゃんと動いてます。こんな感じ、高速はちょっと前からだと分かりにくいかと。中も綺麗ですね。カウンターは自分で戻すタイプ、高速もきちんと開いてますね。まあムービーだとこうどうしても筋が入ったり変なふうに見えますが大丈夫です。開いてますね。ほんと綺麗ですねこれね。あの M3 を見なければこれはかなり備品だと思います。革なんかはこっちの方が落ちは少ないのかもしれません。ファインダーも、まあ、もちろんバラした時に清掃とかはしてくれてあります。距離計も見えてますね。まあ、やはり M3 に比べると小さいですね、距離計も。ファインダーの切り替え、あとパララックスも動いてますね。大丈夫です。これもファインダー綺麗です。非常に距離計もね、明るくはっきりと分離してます。M2 の初期型。なんかこの辺がね、嫌いという人もいますが、私は結構好きです。ボタンは一回押せば一応基本的には押しっぱなしじゃなくても大丈夫です。自動的に戻ります。本当いいですね。M2 の初期型オーバーホール済みになります。これも安くはないですが、いいですね。いい個体だと思います。